ドラゴンクエスト11。はーい、こんにちは、ちゃちゃちゃです。それではドラクエ11やっていこうと思います。ルルル、ヒヒーン。ちょ、あー、もう落ちちゃった。バルデホン王国っていうのがあるから、そこに行くでやん。下の地図ばっかり見てたら普通に出会ってしまった。作戦が、バッチリ頑張ってるな、ここは。バッチリよろしくな。第29。これ、大人気じゃん。はい、キラースリープだか。寝ないね。恥ずかしい。あの子とことが気になってしょうがない。どれのことが、私かな。私だな、これは。しょっかー。こっちは私のことが気になって仕方ないか。ごめんなさい。ごめんって。よっ。てたら聞かなかったんだけどな。かー、やってらんねえ。伝説のお宝があると聞いただけで仮面武道館に参加するしかない。あれ伝説、ちょっと、いや宝箱あったでしょ。痛い。神やばいんじゃない。ギラ回復使えるのぼっちだけだからね、このメンバー。恥ずかしくなったら終わりやん。スリープダガー、よし倒した。お、ナイスホイミー。しかしまだ赤い。ゴミ押し、ゴミ押し押し。少し下がった。オッケー、やった、成し遂げた。こっちレベル上がった。結構上がりますね、力とかね。3ぐらい上がってる。ヒットポイントも9ぐらい上がってるし、レベル大切なんだな。ぼっち11ポイント。ねえ、これここまで行ったんだけど、ここまで行ったんだけど、やっぱり体験にしたいなあ。体験にしたい。体験、あれ体験、これ片手剣でしょ。体験にしたいな。両手剣使いたいな。もったいないよね、でもね、ポイント。どうしよう。でも、ちょっと、体験しよう。体験。これが、プラス5。不感心率プラス2。攻撃力の方にしよう。んで、これは何？渾身斬り。ちょっとぼっちの機能貧乏プレが、発揮されちゃいますね、これ。あれ入れないんだが。はい、あ、下に入ってしまった。ほい。パープルアイ。そこにキラキラ光るものがある。なんかいるし。キラパンサーだよ。スリープだが。結構ね、モンスター寝ないっすね。痛い。走るやもう危ない。神死んじゃう。ギラ。なんか生命って大切やな。寝た。何寝てる方攻撃するんだ、AI は。ナイスホイン。いた。はい、ナイス。
シーナレベル15。マフトーブと。セーナは、お、7ポイントだと結構いくんじゃない？聖女の守り。この、これ欲しいよね。装備回復魔力プラス30。これもいいかな。必要、ポイントがたまらないや。足りなかった。作戦で、ロボマンタ。ここら辺キラキラってね。あるけどあっちの奥の方なんだ。あれ？いけないじゃん。ここにあるわけじゃないんだ。騙されたバルデオン王国の後の跡地であって村ではないんだな。こっちにあることが分かったからせっかくだから取りに行こう。なんか私勘違いしてたみたい。あれ何一番右ゾーン入ってんのかな。もしかしてあれかな？なんか、なんだっけ？進化なんちゃらみたいな。転生モンスターかな？普通にいつも入ってるやつかしら。へい！キラキラ！オッケー！いいぞ、これ。ベロニカレベル16！いや、かわいすぎるな。かわいすぎる、ベロニカ。7ポイント。7ポイント、7ポイント。お！クリックか。ここになんかキラキラ光るものが、毒ガの粉。メタルスライム投げ、見えないでしょ、それ。なんでいきなり現れんの、このイーストビースト。レベルベーストなんで西や。あおみよしちなみにまだすれ違いできてません。明日行きたいんですけど。ていうかね、六本木と渋谷行ってきたのに 3DS 持ってくの忘れたんよ。もったいないことしたなぁ。絶対めっちゃすごいよ。地族いっぱいゲットできたはずなのに。すごい忘れた。もったいなくない？大都会六本木と渋谷だよ。やってしまったわ。よっ、ユグノア地方。ちぃ、あれ？あれ？こっちで合ってんのかな？なんか一個さ、なんだっけ、街みたいなのあるって言ってなかったっけ？仮面舞踏会がなんちゃら言ってたかも。私、バルデホンかそこかなと思って勘違いしてたんやわ。お！小さなメダルだ！え？普通に落ちてんの？あ、これあれだ。先、あ、ぽよーそっか。すぐ横にあるとかじゃないんだ。勘違いしててよ。来た。いいよ。うぅ。マップ上に新しい街があると思ってたわ。イエイ！スキルを、神打ち5ポイント、5ポイントじゃ何もできないんじゃないの？ね、できない。できない、できない。作戦で、ほぼ満タン。
ないよね。おいよ。私の見落としとかじゃないよね。なんかめっちゃ怒ってる。見落としとかじゃなさそうだね。やっぱり。ここ4地族ほぼいないっすね。なんか平和が訪れた後、何かを解決した後に、四地族湧くのかな。あそこにもある、キラキラ。四地族だった。三つ。これ刺さってない？この子も。なんか刺さってないか。怖い。君何してんの？あ、これアリスだ。ツルツー。なんかちょっと色が紫になっておしゃれになってるね。この先は何があるんだろう。あ、いたよ、地族。あれ、完全にいたよね。気のせいか。気のせいだったみたい。ああ、なんかぶつかった。あっちバツって書いてるの、あっち行けないんだ。もしかしたら私、四つ族だと思ってるってさ、キラーパンサーじゃない？ワンちゃん。ワンちゃんキラーパンサーじゃない？ね。やだな、このパートなんかさまよって終わりだったらやだな。どうだの？おい。あ。あ、絶対キラーパンサーの背中だったわ。地族なんていない。いいね。結構キラキラはゲットできてるし。いいかな。うん、危ない。なるべくぶつからないようにしたいけど、馬でかけてたらぶつかっちゃうね。いきなり現れるから。処理能力が追いついてないのかもしれないけど。いやー。あ、ね、寝てるやつを攻撃するんだよね。ここら辺考えてくれないんだよ。赤丸と奥だよ。結局スティックファイナリアリティ、ブンブンドリームだよ。キラ唱えたらいいのにね。キラ唱えればよかったのにな。ピーン。頑張れ縛りとかさ、するとさ、ラスボスとかめっちゃ大変になりそうだね、結構。そんな予感がする。こんな系。残念な AI だったら。よっ。ごめんなさい。ずっちー、あ、キラキラしてる。銀鉱石。どっちだろう、こっちでいい。なんかある。なんだあれ。なんだあれは。え、いけないんだが。あ、いけた。いけないんだが、行きます。いけないとは言っていない。なにこれ、マジで。はい。新しい町だ。町なのか。なんか要塞かなんかだと思った。古い塔とか。今ドラクエ3の僧侶にはいたね、僧侶なの。グロッタの町。あれ、これさ、グレイグじゃん？グレイグだよね。ついに来たわね、屈強な男たちが集まる町、グロッタ。ほら、絶対そうじゃん。ここでもグレイグが英雄扱いされてるってわけか。まったく胸くそ悪いぜ。おーい、かっこいいお兄さんたち。格闘大会には興味が終わりかな。今度仮面武道会っていうすっごい大会が開かれちゃうの。腕に自信あるなら参加してみてね。近くない？あ、なんかもらったんだ。なになに？
血は筋肉踊るタッグマッチ仮面舞踏会開催のお知らせ、優勝者には豪華賞品を贈呈か。てっきり踊る方の舞踏会かと思ったけど、戦う方の舞踏会なのね。でも仮面って何のことかしら。屋上にあるコロシアムでやると書かれてあります。あの建物の頂上にあるのでしょうか。建物の頂上見えないぞはい、新しい街だ。これなんかあれだね、迷いそうだね迷いそうじゃない。全体像がわかんないもんね、だってね、これね。こっち、こっち、あ、ん？こっち、こっち、あ、わかんない、わかんない。こっち、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 こっち。先生、教会どこですか？先生。教会どこですか？教会がないんですが。上館へって書いてある。上層へ。ここなんか違う気がする。骨はなさそう。ないね。試合。もういい。ところ、ワイなんて、ワイなんて下々のものだからね、下々のもの。どこだー、マジどこだろう。ワンちゃんさん、セーブ場所ないんじゃないこれ。あ、ポーチ、あれ見て、あれって虹色の枝じゃない。あ、ほんとだ、ぽいぽい。右のは何だろう。たまに、の王様が行商人によって虹色の枝がめぐりめぐって、この大会の優勝商品になってたのね。ということはお姉様、あの枝が手に入れば、大樹の上に道が。そうね、絶対優勝するしかないわ。この仮面舞踏会に参加して、何としてでも虹色の枝を勝ち取りましょう。まじか、優勝商品が虹色の枝。追い求めていた虹色の枝なんですね。じゃあこれは固めはいかない。固めはいけないけど、セーブの場所がないのが一番怖い。これなんかないのかな？作戦中断とかないのかな？あった！あ、漫談しちゃった。こんなの、ここでは暴言の中断できません。こんなのあるのか。スリープモード。スリープモードはいいんだ。気づいてしまった。気づいてしまった。私、もしかしたら天才かもしれない。来て、あのね、マジね。ルーラの四つ村に行って、あいねいたー。プレイステーション4だと普通にルーラできたのに。そんな、あ、宝箱じゃん。宝箱、邪魔。うん、
ゃあ今回は以上でおしまいにしようかなと思います。もう予知族何人集まってたっけ、後でチェックしよう。記録してもいいんですよ。それでは皆さん、またねー。バイバーイ。